友珍的関西メンロードマップ。関西にあるうまいラーメンを食べまくってラーメンマップを作るという新企画のため京都へと向かった友珍。ありました、パコパコ。前回はパコパコという不思議な名前のお店に突入。塩ラーメンを研究するあまり体を壊してしまったというご主人が命を懸けて作った塩ラーメン。そのラーメンを心ゆくまで堪能した友珍。店の外に出ると辺りはもう真っ暗。さて今週はどんなラーメンが登場するのかな。食べましたね。満腹です。いやまだ2軒です。一番最初に京都来た時に、ガソリンスタンドの、お兄さんが、エリア一乗寺って言ってたじゃないですか。あ、言ってたね。京都の一乗寺とかやったらラーメンとかいいですね。学生さんが多いからね。ゴッケーっていうラーメン屋さんが僕は好きですね。ちょっとそこに、もう一杯ちょっと行きましょうよ。美味しいラーメンは別腹って言うしね。言わないけど。いや、一番言い聞かせてるね。まあ、次で最後ぐらいですか。暗くもなってきましたね。そうですね。もう、芋ね。芋。芋、いてきりもね。もガチでね、ちょっといいだよ。全部完食してますからね、私。残したりしてないですよ。ガッチリ食べてますから。なので、ちょっとじゃあ、一乗寺行ってみましょう。行ってみましょう。時刻はすでに午後6時を回り、帰宅ラッシュが始まる時間帯。道も混んできました。と、そこへ1台のバイクが。ラーメン聞いてみてや。横の人に、ね、聞いてみる。でも信号変わるかな。すいません、なんか美味しいラーメン屋さんとかしてますか。お、なんか一乗寺で。ロッテ清めるにロッケ、あ、ご、あ、ごくけ、あ、ごくけ、ありがとう。ごくけ爽やかに帰ってきましたね。ね、爽やかだね、今の人。ごっけって言ってましたね。ごっけって言ってたね。ごっけーね。人気なんよね。二人言うってことは。そこまで言われたら、ごっけーのラーメンを食べずには帰れません。愛車を走らせること40分。いよいよ、一乗寺エリアに潜入です。おー、ラーメンスイート入ります。お、ニンニク、ニンニクラーメン。オークラ、おー。その右にあるのは、親友。なんかいい名前やね、チンで遊ぶっていう。親友。それ、下ネタ？いやいや、別に違いますよ。つけそば、一乗寺ブギーやて、ね。つけそば。ラーメン。池田や。でも多いね、本当に。なんか店多い。めっちゃ激戦区。あと右手にもね、なんかあるよ。ラーメン。そして。鳥だくって書いてる。鳥だく。あ、ごっけー、ごっけーって書いてる。ごっけーって書いてる。ここちゃうかな、ごっけー。時刻は午後7時。ラーメン屋さんにとってはまさにゴールデンタイム。取材はできるのか。すいません、バイク番組なんですけど。バイク番組。そうなんですよ。で、ちょっと美味しいラーメン屋さんをこう回るっていう企画をやってまして。店内にはすでに行列ができ、さらに続々とお客さんがやってきます。さすがにアポなしの撮影は。オッケー。できちゃった。お忙しい時間帯に。やったー。じゃあ僕は鳥詰めでしますか。鳥詰めで。いいですよ。あともう、ソングでしたら回れ。あともう一回ぐらい食べてもね。一乗寺エリアでも常に行列ができる店として今大注目の麺屋ごっけい。ともちん本日3杯目のラーメンはノーマルタイプの鶏だくを注文。はい、すいません、お待たせしました。すいません。はい、鶏だくですとの。おー、ありがとうございます。なかなかちょっとスープがこってりしてそうな感じなんですけど、これドロドロ、すごい。
たのはまるでカルボナーラのようなラーメン。極刑取り濁隊ともちん、食うか食われるかの真剣勝負が今始まる。いざ勝負。凝縮されてる、すごいあの鶏の旨みが、うん、何は詰まってるんやろってぐらい凝縮されてる。見るからにあの僕バイカー、私バイカーっていう、あの革着てレザー着て、あのいっぱいこうワッペンとか貼って、そういう感じの味がしますね。出た俺バイカーっていう、出た、うん、なんともともちんらしい表現でも、美味しいってことだけは伝わりました。参りました、また負けた。食べましたね。食べたね。明日体重計飲んの怖い。どうでした？いや、ラーメンってね、もともと大好きやったんだけど、面白いね。うん、あの美味しいだけじゃない、なんかこんな個性的なんやと思って、まあ、それぞれお店のね味個性がねあるなと思って、今回のロケはこれにてタイムアップ。最後に絵を描くのが上手なともちんにメンロードマップを描いてもらいました。はい、ともちん的関西メンロードマップ in 京都、じゃーん、完成。超わかりやすいでしょ、これね、大阪から一個ピューって来たでしょ、当時国宝ですよ。素敵なね、バイカの坊さんに会いまして、お坊さんに、モンセンというお店、コラーゲンたっぷりのスープ、バイクもお肌もピッカピカとね。で、そっからこの五条通りの方をずっと行きまして、こちらパコパコ、素敵なおやつさん、命がけで作っている塩ラーメン、もう本当に命、体張って作った塩ラーメン、ごっけー、こちらスープ超濃厚でした。すごかったね、トロトロでね。なんで、スープは飲み物じゃなく、スープは食べ物ですと、はい、書かせていただきました。まあ、これをね、ともちんの地図を参考に、皆さんも京都ツーリング行った際は、このツーリングといえばラーメン、ぜひラーメンを体感してみてください。麺あるところにともちんあり、明日はあなたの街へお邪魔するかもしれません。続く